欧州中世の患者自身が持たされたその存在を知らせるベルハンセン病についての社会的スティグマに関して記載する。英語で言えばレ、レプロシー・スティグマ、スティグマ・オブ・レプロシー、スティグマ・アソシエーテッド・ウィズ・レプロシー、レプラ・スティグマなどの単語があるが、ここでは、レプロシー・スティグマの記述が一般的である。スティグマはもともとはギリシアで、奴隷、犯罪人、 無本人であることを示す、焼印、肉体上の印のことで、汚れたもの、忌むべきものというマイナスイメージが、肉体上に落印されたものである。ウィリアム・ジョップリングは、レプロシー・スティグマという題で創設を書いたが、この言葉とは別の、この状態は、昔からあり、彼は、ゴッフマンの常実の定義に基づき、ハンセン病患者はスティグマを受けている記述した。すなわち、 第一に顔面などの変形があることがスティグマを受ける理由とされる。ハンセン病患者がスティグマを受けた歴史は、ハンセン病の歴史上最古に遡る。中世の人々は、ハンセン病の病態を悪魔的な現象と関連づけて恐れた。一方、新約聖書の一説である、まずしキラザロになぞらえ、地上ですでに罪を償い天国に行くことが確かな人、というイメージも持たれていた。 ドイツでは16世紀には外科医ヨハンフォン・ゲルスドルフが書いた軍医のための外科教本に見られるようにハンセン病の病理を患者の道徳性や性格に求める議論が起こりハンセン病の疑いがあるものを社会から隔離する仕組みが作られた被疑者は教会によって社会的な死を意味する奏霊を模した儀式を受け専用の施設に入れられた院には 様々なタイプがあったが、患者は職業活動を制限されていたため、掃除手物乞いをするのに好都合な場所に作られた。患者は一目でそれとわかる専用の服を着せられ、歩くときは鐘や鈴、ガラガラを鳴らして注意を促すようにしなくてはならなかった。17世紀の中央ヨーロッパでは、ハンセン病自体も衰退傾向になったために、 一般社会では、ハンセン病が重要な病気とみなされなくなった。社会全体の貧困層が増大したため、隔離施設に入ることができた患者は、それなりの福祉が得られたが、入れなかった患者は物乞いをして移動する不老者の中でも最も悲惨なグループとなった。彼は戦前アフリカで医療に従事し、ハンセン病を経験したが、戦後、ロンドンに帰ってから熱帯病。 大学院で学び直した。第二次大戦後外国から流入した患者が多く、英国政府が作った専門の病院の住み込み委員長となり、同僚のリドレイと共に、リドレイ・チョップリングのハンセン病の分類を完成させたが、他にその病院での経験でのハンセン病のいろいろの面での経験が豊富である。英国の病院であり、当時の患者は外国からの流入である。 第一例は27歳のインド人で、ハンセン病のせいで、当然、第二例は60歳の男性で医師の無知に、より当然受けるべき治療を受けていなかった。その他差別を受け、自殺を図った例を記述している。宮崎松木は、昭和27年9月発行の経風という雑誌の中で、表記の言葉は、ニューヨーク科学院、年五54巻のケーラー・アベルガー氏。 アメリカ旧来協会の論文から紹介して適当な、訳が見当たらないのでそのまま、スチグマとするとある。私どもは、大のスチグマを認めるような結果を恥じなければならない、としている。日本におけるスティグマに関しては、昔から多くの記述がある。ハンセン病元患者宿泊拒否事件を参照、藤本事件を参照米国でもスティグマがあった。しかし、それを打破しようとして、 カービル療養所にて、ザスターという雑誌が発行され、患者自身の努力があったことは貴重なことである。ザスターは1941年から2001年までの60年の間発行された。前のジャウプリングの原著にあるが、ハンセンは、ノルウェー国家払い患者を人道的に取り扱ったと記載している。病院に入院していても日中は作品をマーケットに売りに行くことや、 客人と会うことが可能であった。そこでは、スチグマが少なかった。ノルウェーから米国に流出した患者が多かったがそれは、スチグマのためではなく、貧乏から逃れるためであった。ハンセン病の知識が普及すること、ハンセン病の治療法により、ハンセン病が絶滅すること、ハンセン病の歴史を周知させることによる。ジャウプリング、W レプロシスティグマ、レプ・アレブ1991、 62、1から12、ABCD ベルントレック、歴史のアウトサイダー中谷博之、山中宿港約昭和道2001年、ISBN48 億1220万210、PP79 から83、宮崎松木、大の社会的スチグマ系風1952年9月、ありがとうございます。